はい、再開します。下にこの丸っこい石を入れました。そうじゃないと水が漏れちゃうね。でこの上にちょっとこっちへ移動して、砂好きですね、培養土、培養土を少々入れます。まあ、少々って3分の1ぐらいですかね。でここから、植え替えます。はい、鉢がだいぶ大きくなりました。で、土を隙間に入れます。結構入れるんですよね。ちょっと入れてみましょうか。ね、大丈夫でしょうかね。うまく花が咲いてくれるといいですけどね。まだ15年ぶりですからね。よし、もうちょっと入れましょうか。こんなんでいいかな。大丈夫かな。なんか大丈夫なのかな。鉢も大きくなったから、お花ちゃんももう少しすくすく育つといいですね。育つかな。よし、これでいいでしょう。よし、